いろんなね、こうね、ビデオが出たりですね、あとマスクも販売されたりね、いろいろとこうね、あの塗り絵もできたりみたいなね、ことが始まってきておりますよ。あの我が友人もね、あのこのデザインマスク3枚セットなんですけども、申し込んだということなんですが、ガンバのデザインマスク3枚セット一般販売が明日からとなっております。12時からなっておりますけれどもね、5月12日火曜日22時まで、受付されていますよ。デザインマスク3枚セット3種セット L サイズね、2200円となっています。まあね、繰り返し洗って使用できるということでね、まあかっこいいデザインになっておりますので、ね、これ完成するときにみんなで一緒につけられたら嬉しいですよね。で、S サイズも販売されております。 S サイズは、1980円、ね、こちらは、何枚セットですかね、3枚セット、ね、3セットとなっております。はい、ということでね、ガンバからマスクが発売されましたね。そしていろいろこうね、ホームで加藤ガンバともりのね、こうビデオなんかもね、上げられましてね、見てるんですけれども、驚いたのが小野瀬康介選手がね、元ガンバ大阪で今お越しやす京都で活躍ね、頑張ろうとしている寺田真一選手のねユニフォームを掲げてくれてることでございますよ。これね、当番組で、昨年のお正月の恒例インタビューに寺田真一選手に、元ね横浜 FC で同僚やった小野瀬康介選手について聞いたところね、あいつ頑張ってますよねって思えば、なんかこう自分が移籍してきた時に荷物の整理する時にね、かっこいいですね、頑張るユニフォームって小野瀬君がこう言ったんで、もうサインをしてこうプレゼントしたことがあるとね。でそれを覚えてくださってたね、兄さんね、我が番組のリスナーの兄さんがですね、昨年小野瀬選手にシーズン終盤に、インタビューさせてもらった時に、そのユニフォーム大事にしてますかっていうふうにね、質問してくださって聞いたら、それ知ってるってめっちゃレアですよってね、大事にしてますと、ね、実家に置いてますっていう話だったんですけども、その時のインタビューで語ってくれたユニフォームね、寺田さん、寺田真一選手のユニフォーム13番、チン君のこうサイン入りでね、掲げてくださってるんですよね。なんかすごいね、嬉しかったですよね。なんか我が番組ね、お聞きのリスナーの皆さんは、あ、そうかと、分かってくださったと思うんですけどもね、知らない方いらっしゃったらね、教えてあげてください。ね。はい、ということでございます。はい。さて、今日のガンバイズム2020はですね、ガンバ大阪U23監督の森下仁監督のロングインタビュー、昨年のもう年末最終の2週にわたってお送りしてまいりましたインタビューを再放送でお送りしてまいります。森下さんなんですけれども、本当にね、ガンバ大阪の若手選手にすっごい力をね与えて熱く導いてくださいました。森下監督にはですね、昨年の練習初日を振り返ってもらって、そしてね、最初の頃どのようにね選手を指導していったのか、そして大阪ダービー海外へとね、育っていった選手たちについて、優しく熱く語ってくれています。どんな声をかけられたのか、選手をどのように指導されていたのか、ぜひ皆さんもう一度じっくりと聞いていただければと思いますよ。それではガンバ大阪U23監督の森下仁監督のロングインタビュー、まず1回目を放送させていただきます。今シーズンなんですけども、はい、まず最初の練習なんですけど、初日、はい、一人一人に声をかけながらの熱い指導に、とても胸が熱くなって嬉しくなりましたというメッセージが届いていますけども、はい、練習初日ってものすごく少人数だったんですよね。そうですね、最初は、まあ、よく今、まあ、報道というかしていただいてるんですけど、最初は6人で、うん、やらせてもらってました。はい、ちなみにその6人は誰やったんですか？今いるレン、ハルト、涼太郎、一丸、ユウヤ、ハルト、あ、光平か、光平が怪我する前なの、光平です、光平怪我する前なの、光平ですね。本当にそれぞれが今活躍してますね。そうですね、うん、まあでも本人たちが本当にすごく
しんどい中、うん、なかなか簡単な状況ではもうなかったですけど、本人たちが本当にめげずに頑張った成果だと思います、うん、サポーター皆さんもずっとその森下監督の取り組みをご覧になってて、はい、その最初に取り組んでこう思うようにいったのか、うん、そうじゃなかったのかっていうところをまず聞きたいっていうふうな質問を届いてるんですけど、思うように、はい、こうやろうっていうか、そういうのは特にはなかったので、思うようにっていう、もう僕ももう毎日一日一日必死というか、もうその別に先のことも全く考えずに、もう一日勝負、一回の練習勝負みたいな、どうやったらこの選手たちをこうもっとなんていうんですかね、やる気にというか、やる気とやる気はあったんですけど、そのね、成長させられるかっていうのはもうそればっかり考えてました、はい、本当に選手個々を丁寧に指導されてましたけども、うん、やっぱりそのガンバーユース出身の皆さんっていうのはその技術でね、こう育ってるんですが、はい、こうアグレッシブさが足りなかったりっていうところがあったと思うんですけど、うん、森下監督はどんなところを意識して指導されたんですか？で、本当によく言われるのは、うちの、ね、選手はテクニックがあるってよく言ってもらえるんですけど、やっぱりそれをやっぱりサッカーゴールありきなので、それをゴールにいかに結びつけられるか、そのテクニックとか彼らの持ってるアイデアとか判断とかをどうやって相手のゴールに迎え合せるか、うん、それを一番に考えてました、ね、それをまあそのサッカー的にはそれをやるためにどういう練習をしたらいいか、でもまあそれをやるためにまあ、一番思ってるのはやっぱりその人間的な強さというか、うん、まあ本当に男としての強さというか、うん、まあ、そういう部分がないとなかなかそのテクニックも判断も相手が必死に来る中でなかなか相手のゴールに向けるっていうのは難しいので、サッカーとそういう部分と考え方と両方合わせながらやろうかなと思ってやってました。そんな中トップで輝いたのがやっぱりこう、うん、ホームでの大阪ダービーやったと思うんですけども、 あの試合っていうのはどのようにご覧になったんですか？いや、もちろん本当に僕ら富山アウェー行ってて最初から見れなかったんですけど、やっぱりすごくね気になったし、あれだけのこっちでね前の週までやってた選手たちが出るっていう、またそれがホームでダービーで、うん、まあこれはもうなかなかやっぱり、まあ、彼らも、まあ、まずその出るっていう段階になった時に、うん、まあ、よくここまでやったなとここまでたどり着いたなと、うん、レオ君と雄也君ですけど もうそうだし、亮太郎もケイトもね、うん、もう龍もそうだし、うん、と思いましたしね。でもやっぱりそういう選手を見逃さずに、うん、ああいうビッグゲームで、うん、覚悟を持って使ってくれた宮本監督がいてこそなので、うん、やっぱりいくら自分たちだけが頑張ってるって言ってもやっぱり選ぶ人が選んでくれないと、うん、場には立てないんで、だからそういう気持ちもすごく強かったですね。ああ常にすごいな、うん、常に下がるのかと思いました。うん、ほんまに純粋に常にすごいなと思いました。まあ同じ僕もねトップでやらせてもらった経験もあるし、うん、やっぱりあそこのその勇気というか、うん、その決断力というか、でそれをまた 1-0 で勝ち切る、うん、勝負感というかすごいなと思いましたね。でプラス、まあ、若い選手がね最後15分ぐらいもう下から見てたんですけど、うん、上に上がる時間ももったいない、はい、もうその前を雄也がね、うん、自分のゴール前から相手のゴール前まで行ってシュート外しましたけど走ってる姿を見て、うん、ちょっとグッときましたね。うん、それは覚えてます。はい、あの時本当に福田君もまだ走れますよ、うん、だってね、ひとしさんとずっててからまだまだ行けますって言ってますもんね。まあそうですね、まあね、まあ本当に練習、まあ今もそうですけど、うん、選手は本当によくやってますしね、多分、うん、
試合が一番楽だっていうぐらいの感覚だったと思うんで、うん、でもまあそれをあの舞台でねみんな力を出せるっていうのが、うん、やっぱりうちの選手はすごいなと思いましたね。皆さんでもね、あの森下さんのにかけてもらった言葉一つ一つを胸に、ね、戦ってましたけれども、うん、どんなことを意識して選手の皆さんに声をかけてらっしゃるんですか？いやもういつもその自分たちはねただ好きで始めたサッカーを何不自由なく、やらせてもらっていることがもう一番ありがたいことで、だからこのただ当たり前のように朝起きてクラブハウスに来てグラウンド立って2時間立って帰るんではなくて、やっぱりありがたいなと思って今日もサッカーやれて嬉しいなとか、うん、やっぱりたくさんの人のサポートがあって、もちろん本人たちの頑張りも大きいと思うんですけど、やっぱりたくさんの人のサポーターの方たち含めて、会社の人含めて、グランドキーパーの人含めて、あの掃除の人たち含めて、洗濯してくれるおばちゃんがいて、で自分たちが成り立ってるっていうのをもっともっとやっぱり早い段階で若いうちに理解してやれば、もっと戦える選手に僕はなると思うし、それはもう今も今日の朝も20分ぐらい30分ぐらいか話しましたけど、はい、もうそこがベースだと思います。もうプロとしてのやっていける力はもう間違いなく証明できていると思うので、あとはそこから自分がどこまでのステージに行くかっていうのは、やっぱりその特に優也とレオはあのサッカー的に言うと、もっともっと状況の判断の力をつけていければ、彼らはもう止めるのもできる、蹴るのもできる、運ぶのもできる、そしたらあとは状況判断でそのテクニック、自分の力、そこはもうまだまだ上がっていけると思うんで、もうベーシックの部分は走れるし、全て持ってるんで彼ら、そこの頭の部分をもっともっと成長させたら、より高いステージでやれるんじゃないかなと思いますね。本当にその森下さんが今おっしゃったその上の部分なんですけどね、そこっていうのは矢島選手とかトップチームで言ってもみんな悩んでますね。この、こんだけやってもまだやらなあかんことがあるっていう、そうですね、もうそれはもうあの天井はないと思うんで、だからそれに向かって自分がやっぱり成長したいと思って謙虚に素直にひたむきにやれるのか、でもまあそこでそういう考えにならないのか、まずそこが僕は勝負だなと思いますけどね。そこは二人ともなりそうですもんね、ちゃんとね。そうですね、だからそこのポテンシャルを彼ら持っているので、とても楽しみだと思います。はい、そしてあの海外に育ったメッシの選手と、そして中村敬斗選手が活躍していることについて、そしてその2人についてはいかがですかと質問来ております。いやもう、まあ、さっき上がったレオとかユーヤとかはまだ、まあ、うちのクラブにいて、まあ、今接しすることもあるんですけど、まあ、両太郎とか敬斗もそうですけど、今年5月ぐらいまでですかね、J3 出てたのが、はい、まあ、それがもうなんかほんまにそうだったんかなっていうふと今、まあ、今思うとあれそうだったかなっていうような感覚ですね。まあでも彼らも今見てると、まあ時々連絡があったり、まあ返信したりするんですけど、なかなか難しい状況でやってますし、でもまあ、まあ、逆に僕が学ばせてもらいましたね、やっぱ彼らに、やっぱり亮太郎もケイトもキャンプ帰ってきてからねすごく苦しんでて、亮太郎は1月から苦しんでて、でもやっぱり素直に一生懸命やったら状況は変わるんだなっていうのが、やっぱりもうこれはもし聞いてもらってる若い人たちがいるのであれば、その人たちにもやっぱり伝えたいですね。やっぱりもう諦めず、やっぱしんどいと思うんですけど、いろんな状況、やっぱしんどい時こそ踏ん張って、みんな頑張ってると思うんですよ、みんな頑張ってると思うんで、そこを踏ん張ってやり続けたら絶対見てくれてる人はいると思うし、
だそれはもう彼らから僕はすごく学びましたね、うん、半年間一緒に成長過程を見せてもらったんで、うん、やっぱりものすごく変化してきますもんね、うん、やっぱ諦めたらあかんなって自分で思いました、うん、特にあの我がリスナーの皆さんはそのメッシの選手をねもう幼い時からずっと見てはる方がいらっしゃるんですけど、うんうん、あんな選手じゃなかったとこう自分で仕掛けて自分で打つような選手じゃなかった。あ、そうなんですか。それをあのメッシの選手も言ってましたけど、うん、森下さんに言われてこう自分で決めるっていうところをこうすごくこうやらなあかんって、うん、あ、俺できるんやと思ったってすごくこうね、うん、発見やったって言ったんですけども、うん、そういったこう意識づけっていうのはどういうふうにこう意識されて。いや、もうあのサッカー的な力は僕はもう最初の1日を見た時に、あ、これはすごいなと思ったから、でさっきの最初の話で彼の技術を、彼も判断力ものすごい高いんで、本当に単純に言ったらサッカーがうまいもうテクニックだけじゃなくてサッカーがうまい、だからそれをゴールに向けさせるだけだなと思ったんです。だそしたらもうフォワードだなと単純に、まああとはシュートはね、あのトレーニングすれば、うん、あの全然力はつくんで、うん、あとはでも両取れば一番は、彼もよくねあの言ってくれてますけど、あの自分の感情をいかにこうコントロールするか、うんうん、もうそこを掴んでそれがそれでやったらやっぱり点も取れたんでしょうね、うん、だからそれで成功体験掴んで、うん、あ、これだと、うん、だからもう全然イライラしなくなってきましたね途中から、うん、まあまあ最初の頃はね、何かあったらいつでも話してこいって言ってたら、うん、毎日のように来てましたけどね毎日なんかあるんですね。最初の頃はね、まあ、1ヶ月に1回ぐらいかなと思ってたんですけど、うんうん、まあ、毎日練習終わったらいろいろ話しながら、うん、でもまあ僕もそうですけど、うん、まあ、一人で解決できるほど強い人って僕はいないと思うんで、うん、やっぱり誰かしら話せる人、うん、がいればとても幸せだと思います。でも本当に彼はそういう自分に気づいてそれをやり続けましたからね、そこが彼の強さでもあって、森下さんの指導であっという間に劇的にあっという間に変わって旅立ってきましたね。いや、僕指導とかっていうよりもやっぱりその亮太郎が自分の才能に気づいただけですよね。もう今までその今若い選手、今みんなそうですけど、まだ才能に気づいてないですもんね。うちの今20歳来てる1年生と2年生もそうですけど、うん、やっぱりみんなどっか不安とか不満とかが先になって、自分の才能を自分でまだ理解してないです。ということでですね、今日はガンバ大阪 U23 監督の森下仁監督のロングインタビュー、ね、3回に分けてお送りしますけれども、1回目をお送りしてまいりました。もう今聞いてるとね、本当にもうなんかジーンとくるというか、まあ、昨年お送りしたインタビューではありますけれども、サッカーができるこの当たり前の状況をね、感謝しろってこうなんかもうね、その時から言ってはったんやと思うし、まあ、こういった、ね、状況下の中で聞くと余計染みますよね。まあ、それから今日はね、あのガンバ大阪で活躍して現在ねサッカースクールもこう経営している小川直樹選手さんのね話とかも番組ごと最初の方でお送りしましたけれども、やっぱりこうね小川さんが子どもたちに送るメッセージもそうですし、この森下監督がですねね、あの若い高江選手や福田選手、メッシの選手、中村選手にかけた言葉とか、あとこう努力を見て、やっぱそういった努力とかやってることはこう裏切らへんっていうことをね知ってほしいっていう言葉もちょっとジーンときましたよね。いや本当にね、あの貴重な話を伺ったんだなとね改めて思いました。森下監督のお話なんですけども、来週は今シーズントップ昇格を果たしました川崎選手や塚本選手、遠山選手について語ってくれております。そしてね、ジュビロ時代からの教え子菅沼俊也選手についても語ってくれておりますよ。来週の森下仁監督のロングインタビューどうぞお楽しみに。さてそれではここでですね、この方のリクエストをお届けしたいと思います。宮本恒靖監督のリクエスト、ね、恒靖さんにはですね2015年
ガンバ大阪のジュニアユースのコーチを務められたことを振り返ってもらった時にたくさんこうインタビューさせていただいたんですけど、その時にいただいたでございますね。どのようなコメントで紹介してください。常さん、ちょっと FM ラジオ局ですので、インタビューの後に常さんの好きな曲を流したいんですが、なんかいつも聴いてらっしゃる曲とか好きな曲っていうのはありますか？曲は、そうですね、何やろ、あれ、See You Again が好きですね、今は。あれです、Furious 7っていう、日本語で何やろ、ワイルドスピードか、ワイルドスピードの主題歌ですね。そうなんですね、あれが好きですね、最近。最近は、そうですね、最近ちょっと前、なんか井出口君も好きでます。夏、夏場、夏前ぐらいか、はい、日本人、普通のアーティストとかで好きな人とかもいるんですか？いや、でも、なんていうか、よく海外のインターネットラジオとかを聞いてますね。それが多いですね、車の中とか。なるほど、じゃあそのワイドスピードの曲を、の映画で、はい、ありがとうございます、はい、なんか今聞いてもね、常さんもかっこいいですね。海外のインターネットラジオを聞いてらっしゃそうですよ、はいね、ということで2015年に、宮本恒靖監督がリクエストしてくださったこの曲をお届けしましょう、ウィズ・カリファフューチャリングチャーリー・プースで See You Again。